あ、大丈夫。大丈夫ですか、うん、はい、現在は5時56分でございます。5時56分。うん、5時56分なんて。いや、はい、今日初めての MV 撮影なので、めっちゃ楽しみにしてました、今日も。はい、すごいなんか本当に芸能人になったみたい。わかる。なんかこんなこと言ってる。なんとも言えない気持ちになってきちゃった。でも本当にスカドリめっちゃ大好きな曲だし、うんうん、めっちゃ思い入れのある曲なので、うんうん、今日はこの MV に思いを込めて、なんか初めてのね MV 撮影なんで、なんか私の中でもみんなの中でも心に残る作品にみんなでしていきたいと思います。わーすごい、まほちゃんが照明を置いてくれてる。すごく朝が今日は早かったですね。早かったです。そう、早かったんですけど、まあ、まず最初がダンスシーンということなので、朝から全力で頑張って踊りたいと思います。まのちゃんは寝ています。さっきまで起きてる。起きてるけど、すいません。あ、取材です。取材です。眠たい。かわいい。眠たいよ。取材でございます。なんか昨日は 何時間寝ました？昨日は寝てないです。寝てないよね。私も30分くらいしか寝てない。みんな元気。眠たい。まだ寝てる時間です。まだ5時59分だもんだって。踊んないといけないよ、もう。違う、まだ 寝ないといけない時間。頑張ろうね。おやすみなさい。おはようございます。元気ですよ。私多分、私あのメンバー1位寝てると思います、うん、あ、そうなんですね。私多分3時間半ぐらい寝れたから、一番寝てる。なんで今日一番元気です、多分。はい、よかったです。だけど今ちょっと眠くなってきちゃいました。車で。そう、向こうの車は結構賑やかで。え、でこっちもね、ずっと春日さんの YouTube 見てた。めっちゃ最初ね、元気だったけど、だんだんみんな疲れてきちゃう。寝ております。リンダさんはオールですか？ずっと来てます。ね、寝れつも。でも寝かしてあげたい気持ちもある。真帆が証明してくれてるよ。証明してる。嬉しい。めっちゃおもろい。証明してんの受けるね。目赤し。その眩しすぎて目が赤い。面白い。そういうやつ。4年ぶりの MV でございますよ、皆さん。ん？4年ぶりです。4年ぶり。4年も？え、4年ぶりの PV？ もうなんか記憶が分からない。ね、確かに。4年前4年前の顔してたわ。若かったな、ね、若かった。あの時途中で寝たから顔むくんだんだよね。へ、寝ないようにしよう。明るくなってきた。そう、え、もうスタンバイしないと。じゃあ入ります。めっちゃ寒い。元気そっち、みんな。バイバーイ。元気よ。すごい施設暮らしてもらえるのはありがたいです。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。まずダンスシーンを撮らせていただいて、今日こういう画角でこう空をですね、今は6時38分です。朝だ。朝です。みんな3時起きとかでしたね、今日は。すごい楽しみです。あっちでも撮るし、また違うとこで撮るしって感じで、意外と寒くないです、私は。すごい。え、なんか余裕です。え、私なんか意外と大丈夫かもしれない。すごい。でも今何度だろう。1度。え、1度ってさっきみんなが言ってた。3度って書いてある、私のアップルウォッチは。はい、でもそんなのね。あ、はい、はい。ナウですか。ねえ、すごい。すごい。すごい。今なんだ、すごい。え、すごい、めっちゃ綺麗。綺麗。すごい。すごい。こんな中でやっちゃう。
ちまいましょうや。はい、ありがとうございます。やっちまいましょうや。やっちまおうぜ。なんか、うん、鼻の感覚なくて途中鼻水飛んだなって。でも見えなかったよ。よかったですか。すごいよかったね。やっぱロケーションがいいね、外は。どう足湯楽しい。よかった、やっぱね。よかった。綺麗綺麗。すごい、なんかいい。あれですかね、まだ場所に慣れてないから、うん、ちょっとアジャスト、なんだろう、位置関係がこう一瞬ぐだる瞬間があって、はい、わあ、かわいい。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 コミュニケーション綺麗だったかな。私ですね。いや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 。なんか通り道がなかった。通り道なかった。なんかもう行こうとしてた場所がもうなくて。あれあれな、こういうこと。やっぱりちょっとこっち踊りにくいのかなと思ったんで、まあやっぱりあとよりもう一回撮って、ちょっといろいろ織り交ぜていきますので。じゃあまた流します。今休憩中ですね。休憩中です。あったかい。ここあったかい。お日様の光に照らされて省エネですね。ちょっとまだまだ先が長いので。そうですね、はい、まだ朝なんでね。何時ぐらい。8時前です。あ、もう8時なんだ。でも早い、ね、4時とかにお会いしたもんね。だからりんちゃん、何ですか。どうですか。美しいな。元気。なんかキャラ変わった。元気。キャラ変わった。鼻水垂れる。いや、それですね。本当に。もう11月、一応11月なのにこんなにきついんだ撮影って思いました。11月だ。はい、めっちゃ寒い。なんか本当1月レベルの寒さ。本当にそう。やだな、もっと寒くなるみんな。む寒い。かわいい。あ、変な顔してた。カメラマンが働いてくれてます。変な顔しか撮れないの。ドキっていいですね。いっぱい撮らないといい写真撮れないでしょ。いっぱい撮ってる。撮ってるじゃん。ありがとう。いいよ。私全然あるよ。はい、やっぱ同期じゃないと喧嘩はできませんからね。もうちょっとこっち向かないと日が当たらないよ。そしたら目当たらないの。あ、もうそっち開かないよ。ここら辺見て。
ベースできた。はい。うん、アリさんに見せてもらった。よかったね。アシちゃんの手が動かなくなっちゃいました、うん、その手がもうこの2本が機能しなくて、ね、やっぱアシは夏の女だから。でも冬生まれだよね。冬生まれです。コリーはなんか祈りを捧げて。いやマジで寒いんですよ。もう足の先が動かないのと、もう指もなんかもう全部緑、手もネイルも、ね、手はネイルは緑じゃないですよ。でも緑に見える、かわいいね。ピンクと水色です。いいな、ネイルかわいい。ピンクと水色、そういうのやるかな。これですか。うん、かわいい。雲です。今からは一人のシーン。そうですかな。一人のシーンですよね。一人のシーンです。アリちゃんのシーンを撮ります。イエーイ。私服です。私服、自分で選んだ私服。ごめんなさい、こっちです。あ、こっちです。すいません。カットー。赤ちゃん止めていいよ。カットでしてなくてもいいんですけど、なんかここになっちゃいますね。すごいみんな静かだな。カットカット。出るの？一応弟子入りだけしとく。弟子入りしようかな。あ、キムタク監督に弟子入りしたいっていう、うん、そんなプロに。あ、引き抜かれた。でもそんな、だからやっぱり、うん、あの今日学べることは学んどかないと。すごい。カップルだ。カップルだ。カップルだ。何もないような気がしたあの日、切り裂く刃、向かうその先には泣きそうな自分がいたよ。そして時は過ぎる、置き去りの涙の消えぬさが満ちてゆく。どうですか？眩しい。あ、眩しいのか。いやでもいいっすよ。でも良かったよ、すごい。え、何ですか？あ、すごい良かったよ。良かったですか？うん、楽しかったです。あの歌割りじゃないところが難しいじゃないですか、やっぱ。あ、はい、なのにちゃんと表現した。いや、いや、マジ表現するのは楽しいから好きです。喋るのむずいですけどね、こうなんかみたいなのはちょっと苦手ですけど、うん、こう自然な感じなのが楽しいです。うん、これ上手でした。うん、まあ、すごい。マスクの膝と丸かぶってる。頑張ってるよ。あ、まいった。あ、そう、なんかちょっと。すごい。見せてもらえた。あ、もう今こんな、すごーい。こういう感じで撮って。これさん、歩いてください。はい、すごい上手じゃん。はい、すごい。うまくに戻って、あの次引っ張りで撮りたいんで、こっち戻っていってもらっていいですか。めっちゃいい感じだよね。めっちゃおしゃれに撮ってくれたんだ。やっぱ色が本当にプロ。うん、いいですね。はい、可愛いリンノちゃんって。あ、走ってる。なんかウケる。あれ走ってる。可愛い。
今まで見たリノスめっちゃ。リンちゃん遅いもんね。めっちゃすごい。いい写真。すごい。スカウトリムズって感じ。ってなってます。すごい。あ、本当だ。今日天気よくてよかったね。かわいい。かわいい。あ、かわいい。笑ってる。かわいい。かわいいよ。すごい走る。ああいう走りでもいいんだね。ゴール。腐っちゃうから。あ、もうなんか。これがすごい。びっくりしちゃう、いつも。何もしない。あれ、浮くんですか。勝手にやっ。はい、食べて。ロケバス体験した。サラダチキンのサラダイエーイ。おい。だって書いてるもん、サラダチキンのサラダ。サラダチキンのサラダ。腐っちゃう前に食べます。腐っちゃいます？それだってここ暖かいよ。確かに。はい、ゆなさん、ゆなさん終わりましたね、撮影。終わりましたね。はい。え、あとなんだ、まだアスメに撮ってない。撮ってないです。先にモコとマノが。あ、そうなんですね。アスちゃんと、あすみさんが、あ、あすみさんにこの前いただいて、この前買ったやつ、めっちゃ美味しす、美味しすぎて、やばい、さやかさん、買ってもらったの、めっちゃ、めちゃ美味しすぎて買いました。これ本当に美味しい。確かに味が美味しい。これめっちゃ美味しい。味めっちゃ美味しかったので、刺繍業を予防します。そらちゃん逆光だわ。大型バスに乗ってます。そらちゃんめっちゃ逆光。可愛い靴して。全然何も映ってない。ファイナル教室初めてのロケバスでございます。本当に嬉しい。ルンルンしてる。初めてのロケバス。嬉しい、初めて。7人だからね。だってロケバス結構ね、めっちゃ嬉しい。ちょうどいいぐらいだよね。ちょうどいいですね、この贅沢に。意外とちょうどいい、ね。あ、マロちゃん映ってるよ。やっとロケバス。ロケバス。ストライクです。これは眠たいですね。なんかもうまだ朝、まだ朝だよ。まだお昼にもなってない。早い。1日が長いな。今日8時だったよね。もうでももうすぐに12時から起きてることも。でも8時予定でしょ、今日は。って考えてもまだ8時間あるよ。でも8時に終わりますもん。そのカメラで撮った写真楽しみだな。いっぱい撮りましたよ。いや、マジこのカメラがこのタイミングで入ってきてくれたこと、いや本当にナイスタイミング。走り終わった後のリナさん、やばっそう。ジャンプして、あの着地する前の今から撮影の2人でございます。すごい、どんな感じなんだろう。おばちゃんはついにもう初めてで未知の世界なんですけども、うまくできるかな。楽しみ。撮影前に2人で小顔マッサージをしております。少しでも、ね、すごい新人女優って感じ、そういうところ。
カット。私のカットは終わりました、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。どうでした？初めての。いやーなんかあの手をどうしようとか、うんうん、私やっぱ歌詞の意味に沿った手にしたいんですけど、うんうん、どうしようってずっと考えてました、うん、いやでも どこが使われてどう完成するか楽しみだね。めっちゃ楽しみです。楽しい。よかった。ずっと楽しみにしてたから、よかったです。楽しそうです。嬉しい、嬉しい。どうでしたか？どこも震えた。え、なんで？そうなの？どこも眩しいの。結構こっちだけ日焼けしそう。はい、はい、すごい見てってる。こちらです。ドン。どうですか走り出した感想は。走るの苦手だったので、うんうん、手こずりました。いい走り出しでした。よし。リンゴ食べてるの。今日はいっぱい食べてます、うん、やっぱね元気出さないといけないから。はい、かわいい。今日ずっと起きてる、うん、元気だね今日。元気でいないですか？いつも元気わかんないですけど。そうしよう、ね、あ、りんちゃん乙女ですね。乙女ですね、うんうん、こっちがぐにゃっとなっちゃった。でも全然可愛いです。それはそれで。キルドン、キルドン。いや、すごい朝から晩まで可愛いですね。本当ですか？うん。何回も化粧直します。あ、可愛いじゃん私。はい。可愛いぞ。え、いい感じ。すごい出過ぎて可愛い。もう最後ですね、そろそろ。最後ですね。今めっちゃ夕日がいい感じ。いい感じ。で、この夕日を前に。うん、じゃあごめんね、まほし。頑張ります。はい、森、最後にバイバイって。バイバーイ。まぶしい。まぶしいね、最後に。頑張ってる。すごい夕日綺麗なんで。すごい綺麗。めっちゃ綺麗。
めっちゃ綺麗だよ。あ、本当だ。すごい。そうですね。なんかいい感じ。素敵でしたね。プレッシャーありさの次だ。そんなことないや。ちょっと真っ暗になっちゃう。この顔がなぜなら夕日で。かわいいな。いいっすね。でも自分の思う。スカノリでね。かわいい。かわいい。ラウンド。ラスト。マオロさん、はい、頑張れー。全然で可愛かったよ。めっちゃ可愛い。気緊張してる。頑張れマホちゃん。キラキラしてる。初めて。可愛い。可愛い。上手。初めてとは思えない。顔が美人。見て可愛い。いい表情するね。ね。これ私のじゃないもしかして。あの書き出し終わったら一人一人やって、はいはい、一人ずつボーラスしていくって感じ。おお、はい、これが最後。えー、えー、おお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 おすっかり暗くなっちゃって、本当にすっかり暗くなっちゃって来た時も暗かったけどね。すっかり暗くなっちゃって、ホリすっかり暗くなっちゃいましたね。いやそうですね、にしても暗くなっちゃいましたね。はあ、月はどこにあるんでしょうか。私のアリニャンさん、はい、こんばんは。元気にあんだ。まだ朝です。お、これ朝か。朝の暗さか。朝です。まだ朝早いですね。今日1時頑張りましょう。すごい、でもそういう顔してるじゃん。3人もどう、え、どう、どう、すごく寂しい気持ちです。そうですね、確かに終わっちゃう。みんなこの日をすごい楽しみに。確かに楽しみにしてたもん。はい、本当楽しかったから。かわいい。もう一日やりたい。もう一日やるの。私の代が2倍ぐらい。もうまた一回。最初はグッジャケパイ。はい、グッショー。おー、やだ。最初はグッジャケパイ。はい、グッショー。最初グッジャケパイ。本当に嫌だから。最初はグッジャケパイ。はい、グッショー。マジで嫌だ。はい、グッショー。マジで嫌だ。マジで嫌だ。ラスミ。マジで嫌だ。じゃ一回やってみるか、じゃんけん。一回やってみるか。誰が一番。まだ決勝戦です。あ、まだやってないのか。やばい。一回やってみるか。一番二番です。そうですね。一回やってみるか。やってからまた決めましょう。いやもうやったら決まりよ。最初がチャキパイ。うわぁ。見えてた。あ、リンちゃん。リンの先輩からだ。パイセン。最悪だ。リリちゃん。やだ。よし。できるよ。やっぱもう行ったところで、さっき上で恥ずかしいなってずっと言ってました。なんかで僕が移動してください。さやかの服みたいな。さやかの服。はい、カットでーす。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと暗い中で申し訳ございません。お疲れー。ありがとうございます。めっちゃ良かった。ボールアップしました。ありがとうございました。かわいい。ありがとうございます。
水場になります。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。無事終わりました。楽しい一日でした。イエス。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごく絶対に素敵な作品になると思うので、すごくすごく楽しみです。嬉しいな。はい、カット。じゃあ、あすみさん、オールアップでございます。楽しみです。カット。ということで、これでオールアップでございます。ありがとうございました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 。逆光何すか。逆光か。ほんとまぶしいですね。なんか何も見えなかったから、逆にみんな見てない気持ちでやりました。ああ、今日の総括か。完成が楽しみですね。おしゃんなかった、多めで楽しかったです。元気。なんだこれ。カット。ということで、小野さん、オールアップでございます。ありがとうございました。終わりました。寂しいけど、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しみにしてます。お時間です。楽しみ。何がすごいって、終始みんな割と元気だ。エンジンだね。終わったんしました。エンジンじゃなくない、これ。マジで。やだです。
はい、狭いの、狭い、狭いから絶対に。みんなの手が組み合うみたいな。出してなかったし、譲り合い精神。じゃあ、もう、じゃあ、もう、バイバーイ、バイバイです。バイバーイ。